であるスポンサー名としてオレンジ。同社はアフリカでも事業を行っているを冠した。本大会はガボンと赤道ギニアの2カ国共催で2012年1月21日から2月12日にかけて実施された。以下の16チームが出場した。16チームを4チームずつの4組に分け、各組で一順の総当たり戦を実施。 各組上位2チーム、K8 チームが、ノックアウト方式の決勝トーナメントに進出した。なお、グループリーグの試合は、グループ A と B が、赤道ギニアにて、C と D が、ガボンにて行われた。組み合わせ抽選は2011年10月29日に、赤道ギニアマラボにて行われた。なお、組み合わせ抽選におけるポット分けは、 直近3大会の成績に基づいて行われた。詳細は以下の通り。赤道ギニアガボンの両国で、それぞれ16試合を開催する。各国グループリーグ12試合ずつ、準々決勝2試合ずつ、準決勝1試合ずつを開催し、3位決定戦は赤道ギニアで、決勝戦はガボンで開催される。勝ち点が並んだチームについては、 当該チーム間の直接対戦の戦績を、グループ全試合での得失点差、総得点よりも優先して、順位をつける。グループ A 赤道ギニア V リビアセネガル V ザンビア、リビア V ザンビア赤道ギニア V セネガル赤道ギニア、V ザンビアリビア V セネガルグループ B コートジボワール、V スーダンブルキナファソ V アンゴラスーダン V アンゴラ、コートジボワール V ブルキナファソスーダン V ブルキナファソ。 コートジボワール V アンゴラグループ C ガボン V ニジェール、モロッコ V チュニジアニジェル V チュニジアガボン V モロッコ、ガボン。V チュニジアニジェル V モロッコグループ D ガーナ V、ボツワナマリ V ギニアボツワナ V ギニアガーナ V マリ、ボツワナ V マリガーナ V ギニア、準々決勝ザンビア V スーダンコートジボワール V、赤道ギニアガボン V マリガーナ V チュニジア、準決勝ザンビア V ガーナマリ V コートジボワールサニ。 決定戦、ガーナ V マリ決勝ザンビア V コートジボワールサブ、本来は17時に試合開始予定であったが、豪雨により遅れた。本来は20時に試合開始予定であったが、リビア対ザンビア戦の遅延により時刻が繰り下がった。本来は20時に試合開始予定であるが、初犯の事情により試合開始時間を30分繰り下げ。ありがとうございます。